あのね、やっぱり炙り界で最強っすね、イサキは。ほんまに皮がうまい。はい、俺どもです。本日の食材がこちら。ブリブリのイサキと、サワラの白子。買ってきました。イサキはね、これから釣りのシーズンに入っていくんで、まあまたね、釣りでも釣ると思うんですけど、とりあえず、まあ、走りでもないけど、旬のものということで。めっちゃ美味しいんですよ、イサキ。で、やっぱり動画として初めてなので、お作りと。で、あと、炙りがめちゃくちゃ美味しいんですよ、炙りと。で、塩焼きやっていこうと思います。で、白子の方はね、白子ポン酢にしようかな。やっていきます。僕のチャンネルは、素敵な魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいて、いいなと思っていただける方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、早速やっていきます。はい、ではやっていきます。まずね、白子の下処理をちょっと塩水につけておきたいので、さっきやっていきますね。サワラの白子、あんま食べたことないんですけどね。これはでかいよ。あ、こずれとんな。でもしゃあないな。まあ、膜とか血ですね、取れそうなやつはしっかり取っておいてください。で、掃除ができたら塩水ですね、 4% 程度、だいたい海水ぐらいの濃度ですにつけておいてください。30分ぐらいはつけておいた方がいいですね。まあ、下味です。続いてイサキやっていきます。まず鱗取ります。はい、では鱗が欠けたので内臓とエラを取っていきます。もしかしたら白子とか卵あるかもね。だよね。ちょっと白子を傷つけないために。この腹の張りはそうや思ったわ。うわ、いいコンディションよ。綺麗な白子、これも食べましょう。めちゃくちゃ状態のいい白子ですね。これも塩水つけておきます。はい、では水洗いしていきます。はい、ではおろしていきます。まず頭とカマを取ります。いい先やな。で、サーマーよろしいですね。いつも通りです。で、腹骨をすきます。
ちょっとこっちミニチが回ってるんで、こっち回ってないからこっちを作るようにしようか。なのでこの腹幕も作るようなんで、で柵取りですね。血合い骨はこのセミを炙りにして、こっちは皮を引いておきましょう。よし、こっちの塩焼きの方は丸々片身焼こうと思うんで骨抜いておきます。で塩ですね、丸々可能性あるし、この一番熱いところ身のちょっとだけ包丁入れておきます。せやね、こんなんで。はい、ではお刺身から仕上げていきますね。まずこいつ油だな、イサキの炙りマジでうまいんすよ。めっちゃ鮮度ええな。多分これ今日締めたやつですね。はい、お作りの完成です。イサキの白子は白子ポン酢にして、このサワラの方焼きましょうか。焼き白子にしましょう。いいよ、はい、ではこれイサキの白子ね、さっと湯引きです。もうほんまに表面何もでもいけるぐらいだと思うんで、よし、で冷水にとっておきます。で焼き白子はクッキングシートを敷いて、今日も使います、鮭の昆布マジで使い勝手いいです。これを敷いて、で白子火を続けて、少し日本酒を、まあ蒸し焼きですね、魚蒸し焼きみたいな。はい、これで火を通していきます。はい、ちょっとね香ばしい香りがしてきたんでね、開けますね。おお、ええ感じ。OK でしょう。完全にね火は通ってないですけど、通さんでいいんで。さあ、どううまいこと引き上げる。これリードペーパーを解いて、よいしょよいしょ。でちょっと焼き白子感を出したいので、これね接近戦で焼かないと昆布を焼いちゃうっていうね。はい、サワラの焼き白子の完成です。はい、で最後塩焼き焼いていきます。で焼きのところに白子ポン酢を盛り付けましょう。
はい、ではいさっきの塩焼きと白子ポン酢の完成です。食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。まずはお作りいきましょう。はい、ではいただきます。イサキのお作り、うん、甘い。なんかさばいてる感じね、鮮度良さそうで、なんていうかな、味も一つなんかなと思ってたんですけど、やっぱこうちょっとね時間が経った方が美味しいから、めっちゃ味ある、美味しい。油もね持ってますね。よし、炙りです。やっぱり炙り界で最強っすね、イサキは。ほんまに皮がうまい。ちょうどいいんですよね、皮の硬さも油のまとい方も旨味もあって、うめえな。よし、じゃあイサキの白子ポン酢かけていきます。白子ポン酢。イサキの白子俺食うとことあんのかな。とても鮮度が良かったです。いただきます。美味しい。甘いね。うん。濃厚さはちょっと弱いけど、甘い。うまい。サワラの白子。焼き白子。これね、塩水にしかつけてないんで、ちょっと味弱いかもしれんけど、一回このままいこうか。ちょっと味薄いと思うけど。いただきます。そんなくないよ。めっちゃうまい。濃厚。へぇ。ポン酢やな。ポン酢が合いそうやね。やっぱり。これで、もみじをちょっとつけて。すみません、先ビールもらいます。うまいわ。今日ちょっとぬるいんすよ。泡立つかな。手食った。ここも問題やな。そーっと入れな、泡が。いただきます。ぬるいけどうまい。めめ。じゃあ最後焼きですね。贅沢に焼いちゃいましたよ。いただきます、うん、あーうまいね、やっぱりね、さっきね、たまらんわ。ちょっとほっぺたとかいただいちゃおう。あんまり見えないな、ほっぺた。うん、うまい。はい、ではエンディングと入れたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。いやー、イサキは何してもうまいです。ただやっぱり炙りが一番ですね。で、これからね、魚を釣れるんですよ、イサキ。まあ、イサキものっこみシーズンですね。白子とか、卵とか抱えて。で、これをまたね、放卵してからもよく釣れるんですけど、たくさん釣れた時はね、また今日のメニュー以外のものもやっていこうかな。まあ今、白子好きの僕にとってはもうめちゃくちゃいい時期で、どんな魚もある程度白子持ってるんで、サワラの白子も美味しかったですけど、まあこれからタイですね。タイ。タイの白子、めちゃくちゃ美味いです。で、タイの卵もね、タイの子の方も美味しいんでね、痛風街道まっしぐらやっていきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。